ボートレース大村の花田さん、こんにちは。マンスリーボートレースの日村です。第19回モーターボート誕生祭、2日目ですね、の展望、今度は11レースですね。昨日と同じく11レースの展望をやりたいと思います。まあ、初日はですね、スロー勢が主導権を握るレース、まあ大村らしいあのイン逃げもかなりありましたが、2日目のメンバーを見ると A2 の選手がですね、1号艇に入ったりしているので、初日ほどイン逃げが決まらないかなという印象を受けますね。でこの11レースに関してもですね、1号艇2号艇、あまりいい成績ではないですね。初日の成績なんですが、広松選手ドリーム戦乗ったのですが、6コースに回ってスタートが決まらず5着敗退。2号艇の長尾選手も6着敗退ですね。コメントを見ても1号艇はよくありませんという、長尾選手も全部の足がなかったという状態です。こういう状態で果たしてイン逃げが決まるかどうか、こうなってくるとやっぱ3号艇から外の方が有利になると思いますが、3号艇の土屋選手はスタート、昨日の初日ですね、イン逃げですね、乗り心地はイマイチでしたが伸びられることはなかったという。で今日また1レースですね、1レース2回ですね。だからおそらくA1 ということでダービーに出たことでですね、まあ、ある程度、まあ、シードっていうんですか、準優勝まで乗ってほしい選手の一人になってるんじゃないかなという、そういう意味の今日2日連続の1号艇かなという、1レースですねかなという感じしますね。ここ3号艇、1号艇、2号艇が悪ければですね、一応攻める立場なんですが、モーター的にはちょっと弱いと思います。4号艇が初日イン逃げをやった西山選手、部分部分で弱いという、先頭走ってても追いつかれます。まあ、角はあるんですが底上げできるかどうかですね。で5号艇が初日2連勝の和田選手、実績モーターですね、前回の重内選手が優勝している、まあ、重内選手の時はそれほど出てる印象はなかったんですが、コメントでは十分戦えますという、本人の和田選手のコメントの方は強めですという、まあ、直線からのつながりがいいという。で最後はドリーム戦でイン逃げを決めた坪井康晴選手ですね。まあ、動きは非常にいいですね。あとはもうグリップ感、プロペラが調整していく、まあ、いち早くヤマト331型のモーターのですね、調整をつかんで、坪井選手、まあ、6号艇でもそれほど不安はないと思いますね。モーター実績も十分というところです。コースに関してはですね、4号艇、6号艇がもしかしたら動くかなという感じをしてるんですが、まあ、初日の全体の流れから見たらやっぱり枠なりが主流ですね。まあ、ここも一応枠なり前提でいきたいと思います。まあ、平野選手、近況怪我があったりとかですね、あまり良くないんですが、とりあえずインに有利な水面なんで、インからはここで勝ちに行くというところなんですね。2号艇の長尾選手が全てがダメという通り、これはスタートも多分決まらないと思いますね。この3節は B 級選手がずっと乗って、モーターそのものが動いてないですね。で平野選手も力強さがないとなると、この2人がですね、スタートで先手を取ることはまず不可能だと思います。とりあえずイン有利に平野選手が持たすか、長尾選手が壁にはちょっとならないでしょうしね。で3号艇の土屋選手は1マーク攻めるレースが多いですね。これに乗って西山選手が入るのか、2連勝の和田選手が入るのか、そして坪井選手が6コースからどういう攻めをするかですね。坪井選手の場合は、まあ、6コースの場合単独でまくるということはありません。まずまくり出しのレースですね。展示一番時計でも出しておけばモーターが仕上がったという形になるんですが、ここにとりあえず3号艇が攻めていくというのが分かるので、差しですね、ここらが入ってくる可能性が強いですね。ここで位置が残れるかどうか、これがポイントです。綺麗に叩いてしまうと、またこう4号艇の差し、5号艇の差し、6号艇の差しが入るケースもあるんで、まあ3番は中心なんですが、あんまり過信もできない、位置のイン逃げも過信もできない、かといって4、5、6の差しというのもまた過信もできない、非常にこう船券の難易度の高いレースですね。まあ、直前のその動きを見ながら、まあ、インが持つのか持たないのか、3号艇もそのいいモーターではありませんから、一気出るかどうか、ここですね。で西山選手もそれほどいいとは言ってないんですが、まあ、必ず攻めていくレースもあるんで、まあ、攻めていくってもさばきやすい位置にいるんで、この4号艇は外せないと思いますね。まあ、坪井選手6号艇を同国するか、船券的にはまあ、ボックス、まあ、4をとにかく絡ますボックスか、3を絡ますボックスかですね、それは直前の動きの良さで判断してもらいたいと思います。